バカを止めに来たの。ねえ、マジやめなって、危ないよ。まあ、けど一度は帰ってきたろ。あん時と同じ場所から入ればまたあのクマに会えるかもしれない。そんなの何も保証ないじゃんよ。けど他の奴らみたいに他人を取ってく、そ、お前はどうする？このままほっとけるのか？ああ、俺とお前だけでいい。心配すんなって、ちゃんと考えはあるんだ。さ、え、何それ、ロープ？俺らこれ巻いたまま中入るから、お前端っこ持ってここで待っててくれ。な、何それ、命綱ってこと？お前にはこれ、渡しとく。ないよりいいかなと思ってさ。よし、里中、ロープ離すな。見ろよ、前と同じ場所じゃないか。ちゃんと場所と場所でつながってんだ。君たち、なんでまた来たクマ。わかった、犯人は君たちだクマ。お前、こないだの、てか今なんつった、犯人？最近誰かがこの中に人を放り込んでる気配がする。そのせいでこっちの世界はどんどんおかしくなって、君たちはここに来れる。他人に無理やり入れられた感じじゃないクマ。よって一番怪しいのは君たちクマ。君たちこそここへ人を入れてるやつに違いないクマ。なんだそりゃ、人を入れる？こんなとこ放り込まれたら出れずに死んじまうかもしれねえだろ。そんな危ねえことさ。っておい、なあ、今思ったんだけど、まさか先輩や山野アナのことか、その誰かってのが二人をここに放…なあ、お前どう思う？ああ、もしもこいつの花、誰かが花から殺す気で人をここに放り込んでるってこともだとしたら、君らは何しに来たクマ？ここは一方通行、入ったら出られないの。クマが出してあげないと出られないの。うるせえ、お前の力なんて借りなくてもな。見ろ、きょ、なあ、て、てめえ、調べが済んだらこっから俺たちを出してもらうからな。ムッキー、調べたいのはこっちクマよ。クマずっとここに住んでるけど、こんな騒がしいこと今までなかった。クマ、証拠あるクマか？放り込んでるの君らじゃないでしょ。ほら、違うって言ってんだろ。てか、お前に証明してやる義理はね。それよりこっちの質問に答えてもらうぞ。偶然来たこの前と違っていいか、俺らの世界じゃ人が死んでんだよ。霧が出るたびに死体が上がってる。知ってること話せ。絶対ここと何か関係があるはずだ。霧が出るたびに死体？そっちで霧が出る日はこっちだと霧が晴れるクマよ。霧が晴れるとシャドウが暴れるからすごく危ないクマ。ははーい、そういうことクマか。はぁ、一人で納得してんなこら。俺らんとこが霧だとこっちは晴れ？シャドウが暴れる？
そうなると危ないから早く帰れってさ。質問は終わって、君らが犯人なのは分かってるクマ。だから違うって言ってんだろ。いい加減切れそうだぜ。なんで人の話聞かねえんだてめえは。犯人かもって言ってるだけクマよ。ただ確認してるだけ。はあ、強気か弱気かどっちなんだよ。どうも調子だいたい。ここって何なんだ。テレビのスタジオみてえな。ここで何か撮ってるってことか。おい、もしかしてあのおかしな番組。おかしな番組？撮影？何って、だから放り込まれた人間を誰かがここで撮ってるのか。ここはもともとこういう世界クマだ。ここにはクマとシャドウしかいないクマ。あのな、こっちはお前もシャドウだかも、どっちも何者か分かんねえんだよ。っていうか、俺らに証拠だなんだ言う前にお前がそもそも一番怪しいじゃねえか。お前こそ実は犯人なんじゃねえのか。大体なんだよそのふざけた格好。いい加減正体見せやがれ。わあ、なんなんだよお前。中身がねえ。クマが犯人だなんて、そんなことするはずない。クマは住んでるだけ。ただここで静かに暮らしたいだけ。クマ、君たちが犯人じゃないって信じてもいいクマよ。でもその代わり、本物の犯人を探し出してこんなことやめ約束してくれないなら、ここから出してあげない。てめえ、このままじゃクマの住むここめちゃくちゃになっちゃう。くそしたらクマはゆゆゆい。な、何。ああ、もうほんとちょ、あなたはこれから向かう地にて災いを被り、大きな謎を解くことを課せられるようだ。頼めるの君たちしかいない。よかったクマ。くそ、出さないとかって足元見やがって。けどいろいろ知りたくて来たのは間違いない。今んとこ何もわかん。俺たちで犯人を探せか望むところだ。俺は花村陽介、一応名乗っとくぞ。でこいつはお前クマ。まんまだなおい。けど犯人探すってどうすりゃいいんだ。それはクマにもわからんクマ。でもこの前の人間が入り込んだ場所はわかるクマ。この前の人間ってもしかして小西先輩のことか。この前ここで消えた人間クマ、何か手がかりがあるかも。あとそっ、なんだよ。うわす、こないだと視界が霧の中をす、まあ、でもクマ頼りならねえじゃんか。武器は持ってきたけど、その来たばっかの俺らより無理無理。キンクマは少し離れたところから君たち、わかったクマ。マジか、こいつしょぼすぎるぞ。こんな弱いのと犯人探すなんて約束しちまったの。
そうだ、案内ついでに聞いて、さっき言ってた小西先輩って何でもいいだろう。とにかく先輩がここにいられた可能性があるって、もっと何かわかるかもしれない。早く行こうぜ。